どんな様子なのかちょっと、あ、いいですか、教えていただいて。ちょっとどんな様子ですか。どれくらい前から腰痛なんですか。腰痛はですね、はい、時々起きます。ぎっくり腰みたいな。ぎっくり、あのこう背中が伸ばせないかったり、はい、いろんなタイプがあるんですけど、はい、で痛くなるとまっすぐできないことが多いです、はい、今も痛いです。今はちょっと痛いぐらいで、今痛いと助かるんですけど、はい、今痛いと助かるんですけど、はい、じゃあ例えばあのちょっとお辞儀してもらったりしてもいいですか、はいはい、これ痛いです。あ、なんかここら辺張る感じ、張った感じです、はい、okay、ここから起き上がるときは、あ、こう反ってしまうとちょっとここら辺が痛い、うん、OK、 じゃあ横はどうですか。横をするとここが張ります。張ります。ねじる動きはどうでしょう。ねじるのはいけます。いきます。じゃあ、はい、ねじったまま後ろに倒してみて。ねじったまま、そう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 。痛い。平気。うん。ちょっとこう。ちょっと痛い感じ。この付け根のとこが痛い。はい。わかりました。近かったらこういう感じとか、うん、の方が苦手。オッケー。右向いたり左向いたりするのは問題ないですか。ちょっと痛い？うん、ここ。ここが痛い感じ。OK。ソックスも痛いじゃないかな。こっちも痛いです。ですね。OK。特にこっちがあんまり。はい。じゃあね、足こっちで仰向けで寝てもらっていいですか。はい。ちょっと早めにね、お名前か。ミキコと。ミコさん。はい。ね。ミコさん、これ見ると、はい、こっちの親指の方がやたら長いんですよ。見えます？見えますね。1センチぐらいこっちの方が長いんですよ。もしもし。はい。ということは、こういう左右差があると、いろいろな問題が治らないってことなんですよ。例えば、これが痛いんですよ。こっちはね、そんな痛くないです。痛いけど、こっちの方が痛いでしょ。ね、そして、弁当はどっちの方でやってますか。こうして、ちょっと倒して、こっちは柔らかいです。でも痛い。これ苦手です。どこが痛い。こうするとここが痛い。あ、そこが痛いね。ただ、こっちの方が股関節が柔らかいはずなんですよ。あ、そうですか。こっちはね、硬いと思う。こっち、ほら、こっちしてもここがこっちに来ます。ちょっとほら、スペースが空いてるでしょ。こっち、ここのスペースと、ね、痛い？ね、こっちの方が倒れてる方、ほら、このスペースがね。あ、そうですか。あ、OK。はい、両膝曲げてみて。ちょっと数確認して、そう。しますんで。そして、どんな弁当があるか。今、つま先が合ってる状態で膝を並べてるんですけど、ちょっと大きさで言うとこうなっちゃってるんですよ、お皿の位置が。見えます？見えますよね。ちょっとこうなっちゃってるんですよ。だから、要はつま先が合ってたら膝も合っててほしいんだけど、それが合ってないということは、これ骨盤の位置が正しくないんですよ。つまりここが痛いはず。ね、あ、ごめんね。でもね、反対痛くないの。どんなにギューってやっても痛くない。こっち痛いでしょ。ごめんごめんごめん、はい、ここも痛い、ここも痛い。痛いでしょ。こっちが痛くないの。そうですね。そうね。で、ちょっと失礼、ごめんなさいね。ここが痛いのよ。ここ。そこは、こっちは平気。なんで、ここが痛い。痛いね、で、ここも痛いの。ここ。ね、こっちは平気。でしょ。で、ここが痛くなるんですよ、はい、チクチクと。ですよね。それからおへその横は、ね、こっちが痛いです。ここ硬いでしょ。痛いでしょ。こっちはね、どこまででも入っていけるくらい柔らかい。なんでだろう。ね、で、溝落ちはこっちの方が痛い。ね、こっちは柔らかい。ね、そして失礼、ここが痛いね。こっちは平気。ここが痛い。痛いね、こっちは平気。でしょ。で、お手手はここが痛い。痛いです。うわ、こっちはほら平気。ね、っていう具合に左右差が結構あるんですよね。これをまっすぐにしないとね、慢性的な腰痛は治らないってことなんですよ。それから、お手手ここにしてください。はい。そうですね、ここが悪くとパキパキなります。パキになる。左骨、股関節。大変だ。で、近づいて。うん、からこう小学校の時にそういう環境が与えてほしかったなって、うん、でもこっちの方が床に近いんですよ。こっちちょっと浮いてるでしょ、ね、こうしてもからこう肘を伸ばして耳に寄せると、あ、
指の長さがほら、このまま肘を上げてみて、ほら、右の方が長かったでしょ。ね、だこういう、なんかこういうねじれがあったりするから、痛みが取れにくいんですよ。はい、じゃ手を下ろして、で痛みをチェックしていきます。これは痛い、痛いね、OK。これ、ここから開くのも痛い。大丈夫。オッケー。こっち行きます。こっちは。大丈夫。はい、両膝曲げて。はい、お尻を動かして。それ。これ痛い。これは痛い。もうちょっと上げて。家の一歩外は痛い。ちょっと痛いね。痛いかもしれない。これ。これは痛い。痛いね。オッケー。で両膝。痛い。こっちも痛い。痛い場所がちょっと違う。オッケー、こっち倒して。難しい。あ、そうやね。ここ切ってた。痛い。お母さんは英語できるんですよ。痛い。お母さんは英語できる。痛い場所が。はい。ちょっとやってきますね。じゃあ。あ、熱いですか。あ、はい。ちょっと落としましょうか。はい。すいません。じゃあこの痛みを今から全部取っていきますね。はい。はい、どんな風に取っていくんですか。じっとしてくれればいいです。はい、息を吸って、はい、吐いて。勉強だけだともうね、じゃあこのテーブルにあるのだと全部中国語で言えって言われたらもう、これも多分ディスプレイっていう言い方がわかんないですよ。だから僕らだと DNC と違うの。OK。はい、チェックします。テレビだもんね。どう？ここは言えないですよ、ね、だからもうこういうことほとんど言えないですよね。痛くないでしょ。はい、ここがちょっと左側、こっちはどう。さっきこっち痛くない。痛くない。あ、良くなった。 OK。 両膝曲げて、はい、お尻上げてみて。いやブリッジブリッジ、これはどう。痛くない。全部痛くない。痛くないね。はい、 OK。 はい、戻して中国語に。はい、まるまる。彼らはもうそこは鉄の意識を持ってる。お、どう。絶対にあのマクドナルドの、あ、そこそこは硬さだね。知りたくないでしょ。、ね、はい、これはよく知らないです。なんか気持ちがいい。気持ちいい感じだった。こっちはちょっと痛い。 OKOK、 全部感じに、はい、こっち倒してみて。あのカタカナとか中間を痛くない。はい、こっちはあの半端なことはしないですよ。全部感じ痛くない。じゃあ一回立ってみて。もう、あ、もう半分くらい痛く、もう半分っていうかもうほとんど痛くないと思う。はい、お辞儀してみて。パスはパスのまま。お、どう。パスです、はい、漢字でパスってあります。足の裏の硬さはいいとして腰はどう。あ、これ幸いだと思う。痛くない。痛くない。はい、後ろ反ってみて。あ、さっき痛かったやつは。パクチーはでも敵視って書いてある。痛くない。オッケー。横は痛かったよね。どう。痛くない。痛くない。ねじるのはどう。中国まだ違います。ちょっと違う。ねじるのも痛くない。じゃあねじって後ろはどう。痛くない。反対は。もうこの動きは痛くない。じゃあちょっと痛い動き探してもらっていいですか。意外とこれ15秒で治っちゃったらなんかやりがいないですよね。治っちゃったんですか。この時だけがちょっと、あ、そこだけ痛い。はい、あ、よかったよかった。このだけが痛い。はい、じゃあうつ伏せでお願いします。はい、はい、これでいいですよ。はい、はい、息を吸って。なんでこれなの。はい、ね、わかんないんだよ、名前も。数カ月でびっくりとしたら治っちゃうけど、なぜかのそのメカニズムがわからない。はい、OK。はい、取って。はい、後ろ取ってみて。痛くない。30秒となっちゃう。大丈夫そうですか。ちょっと、いや、正直言ってください。痛かったら痛いって言ってください。こうすると痛い。OK、じゃあね、待って、はい、首上向いてみて。ほら、さっきほら、前向けてなかったじゃないですか。で、今ちゃんともう平行以上に向けてますからね。次のやるときはどこか、タイかどこかで追いかけてて、どこかに。
ハワイかタイでハマってます。施術してない。施術してないです。はい、なんでですかって。ハワイとタイで乗り換える確率が高いんで、そこら辺で待ち構えると会える可能性があるんです。ここは治った気がする。ね、首が。そうなんですよ。腰が治るとね、勝手に治ってくるんですよ。別のところから飛んでったんじゃない。そういうことなんですね。ちょっとなんか棒振り回してもらっていいですか。こう、もう痛くないと思うんですけど。はい。トラブル持っていきましょうか。これまたないですか。なんかどうですか、奥さん。ここもちょっと引っかかる感じだけが。引っかかる感じある？はい、じゃあそれも直しちゃおう。じゃあ。すごい、それも治るんだ。直しますよ、そんなの。仰向けでお願いします。はい、仰向け。はい、上向きですね。はい。多分膝曲げて、何を押して、で、ここ痛いんじゃない？で、反対側痛くないと思う。そっち気持ちがいい。ちょっとここ自分で触ってみて、痛いでしょ？痛いです。自分で触るの、自分で。痛いでしょ？痛いでしょ？でも、人が触った方が痛いです。でも触ってて。でも、ここをぐーっと押すと痛くなくない？こっち痛くないでしょ。ここの問題があるのかな。オッケー、じゃあ足を伸ばして。ここ痛からトンボ返りですか。そうですね。はい、じゃあ息を吸って、力抜いて、腰、力抜いて、はい、息を吸って。いや、僕ね、犬の天才なんですよ。いつの間にか、進む過程に1キロ進んでるとか。いや、だから今もう、だからマニュアル車に変えて、マニュアル車だと、ね、でもそれでも好きかな。ここの痛みはまだある。そこ降りて、もう稼いだから。こっちの痛みはどう？チェックして。こう、信号で寝てて。さっきと同じ条件でしょ。こうして。座って。痛くない？じゃあもう大丈夫。待ってきて。全然動いちゃって。一緒。ここでまた一緒。いやー、だからちょっとね、なんか考えないと。そう、本気で振り回してもらっていいですか。ノックノット引っかかる。なんで？いや、手術しました。はい、今整体しました。はい、受けるポストがないけど。痛くない、すごい。これ右も治りますね。え、右も痛いんですか。右が引っかかる感じは。あ、右は引っかかる、うん、あ、じゃあもう一回寝て。あ、よく分かってきた、痛い。すごい。他のところが痛すぎたね。あ、そういうことかもしれないですね。新しいところでいようかな。はい、主役の痛みが消えてきたから、消えてきたかもしれないね。うん、こう倒してみて。これ痛い？痛くない。そんなに？ちょっと痛い。ちょっと痛い。あ、オッケー。はい。はい、息を吸って。激しい隙間。息を吸って。そう。え？そこなら。はい、オッケー。はい、チェックして。完璧。おお、よかった。なんかね、私多分よくわかんないんですよ。わかんないですか。でも最初、はい、その痛みが多分いろいろ痛いところに。はい、これがこんなに楽な感じになるんですね。はい、そうなんですよ。これが普通の人間。普通の人間です。すごい。はい。この首の自家線のところどうですか。いや、痛くない。痛くない？あ、よかった。なんで？すごい。よかったです。手術しました。整体しましたからね。すごい。はい。痛くない、ここが。はい、じゃ宿題を出しますよ、はい。宿題だけやってくれればもう痛みなくなりますから。なんか軽くなる。